皆さんこんにちは、大場先生の小太郎です。はい、上司のひごです。行ってまいりましたよ、琵琶湖です。琵琶湖、はい、ちょっとこの間は沖縄にそうですね、うん、でちょっとあの悔しそうやったけん、はい、今回ちょっとあのお土産あのアイです浜崎滋賀ですかね。そう、滋賀県、滋賀県ね、潜ったの初めてで、琵琶湖で、まあ、活動している釣り人の仲間たちだったりとか、まあ、いろんな行政の方たちだったりとか、琵琶湖を汚していこうっていう思いがあって、でその中でちょっと水中の世界を撮影してほしいっていう出会いがあってですね。いいですね。もう伝えてきましたよ。あー、いいですね、はい、淡水ですよね。そう、もう全然世界違うわけ。今まで見てきた福岡の海の世界と琵琶湖の世界と海水と淡水、はい、まあ、全然違う世界なので、その違いをちょっとこう見ながら紹介していこうと。おお、わかりました、思います。はい、じゃあまず早速博多湾をちょっと見ていただきたいですね。ます。博多湾ですね。はい、もうヒューゴもね、はい、博多湾の世界をだいぶ見慣れてきますね。はい、そうね、ここも概要に近い世界で、今回はちょっとこう底の世界、海底とか、そう、はい、海底と湖底、おお、はい、その違いを見ていくという。なるほど。まあ、まあ、今の海底は、うん、まあ、慣れたこう砂っぽい、ここはあれですか、ちょっと泥の質の、そうね、はい、これどこら辺か分かる、ここですか。砂紋がないみたいな。ああ、ないですね。これは、はい、河口域。河口域、うん、川と海がちょうどぶつかるところらへんだね。でもこれはちょっとこう内側で、まあ、いわゆる霊貧酸素になりかけているエリア、まあ、ちょっとこのサラサラっとしたところもあれば、こうやってねっとり、そう、はいはい、したエリアもある、まあ、そんなのが、まあ、福岡の、まあ、海の世界、はい、そうですね、場所によってね、生き物も全然違うだったりして、はい、で、まあ、そこそこに、まあ、面白い世界があるっていうのが、はい、まあ、福岡、まあ、博多湾の海の特徴かなと、はい、で、はい、次は琵琶湖です。琵琶湖、うん、ちなみに今回潜ったのは、琵琶湖って、はい、南側の南湖と、はい、北側の北湖、北湖、うん、っていうのと分かれてらしくて、南湖、北湖で、東側を東岸、東岸、東、西側を西岸って言ってた。へえ、で、南湖と北湖のエリアを潜る、両方とも潜ってます、うん、ただね、深いとこ何メートルあるか、ちょっと僕一番深いとこ103メーター。あ、そんな深いんですね。そうで、しかもそのめちゃくちゃ深いところにしかいない生き物とかもいるみたいで、そうなんですか。そうなんです。お、こんな感じです。パッと見、どのイメージ？まあね、僕の中ではちょっと、まあ、海に近いとか、けどこの草、そう、ちょっと違う、海藻じゃなくて水草ね、はい、で、ここからね、その形質を、まあ、その走行の感じ、なんかプロプロしてたよ。そう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 。で、そこは泥質、うん、で、さっき手をバサバサっとしたようなエリアと、ちょっとこう、雰囲気が出てて、で、すぐ違う場所、同じようなのだけど、ここちょっと硬い、なんか締まってる感じ、うん、わかる、そう、今さっきのパパロワそう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 、で、ここもそんな感じだよね。で、ところどころに、なんか貝が歩いた歯みたいなのが、よく田んぼでそう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 、で、一回回ると、こんな感じで、ふわーっと、川の方に近いと砂質がこうやって荒い。
クワスナで、さっきみたいにわーってなるんじゃなくて、もう一回落ちたらスマッと、うん、いや、さっきはドロー質だったけど、今回は砂。はい、全然違いますね。ね、でもあの貝はいっぱいいる。あで、いや話しとったら、ここの西側では結構そういう陶器作りが盛んみたいで、要はなんか歴史的なやつを感じざるを得ない。ああ、なるほど。琵琶湖といえども、うん、なんかいろんな湖底があるんですね。そう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 。で、同じ泥やけど、泥質もちょっと違う。で、まあ基本的にね、調査研究とかいろんな人たちがしとると思うんやけど、なんかそれだけじゃ分かりにくい、ね、こう食感、はい、まさきのなんか微妙なあのババロアそうちょっとなんかあの寒天なのそうで、泥だとあんまり草とか生えないイメージだったけど、でもそこからもちゃんと水草が生えてたりして、いや、すごいですね。なんか最後の方とか、うん、もう本当に、ね、粘土ね、あれさ、すごいよね。いや、もうここはもう小学生大喜びすげえ聞いてるだけで、ピカピカにするやつ。だってあの水中で普通砂とか泥とかって持つとふわーっとなっているんだけど、このまま中で握れるっていう、はい、めちゃめちゃこうろくろ回せるやつなんかやっぱあの海とは全然雰囲気も違うし、うん、同じ泥でも、はい、泥の種類っていうか触った感じもやっぱ海とは全然違うで、はい、とはいえ、はい、ここただ泥じゃんみたいな。あ、なんかただすぐそこ見ただけじゃん。そうですね、ちょっと今、はい、分かりにくいよね、はい、超マニアックな話。そうですね、浅いところはもうほんと60センチとか、はい、うん、で、深いところ今回14-15メーターぐらいかな、うん、それぐらいのところを潜って、で、次回お、もうこれね、はい、連日出します。明日出します。お、明日、明日生き物の辺、生き物、あ、やっぱそうでしょう、うん、固定だけじゃなくちょっと、いや僕もいや、まあ僕は固定の興味があったからやるんですけど、これ視聴者の方、いやいや、あの顔上げろよみたいな。これはね、まあ今回は研究者を歓喜そうですね。で、明日は、はい、まあその生き物好き、うん、そしてあと釣りする人とか、おバスですよ。ああ、実際映像に収めてます。あ、もう収めてます。うわ、それちょっと、うん、釣り好きの方めちゃ興味あるかも。そう、長くなるんで、はい、ちょっと別にしました。わかりました。まあ、なんでこんなことしてるかというと、はい、そもそもこの提出だけを見て、はい、まあ、そもそも受けるのかっていうのも、はい、気になったので、そう、いやいや、マジ、見る人が見たらクソつまらんって言うかもしれんけど、見る人が見たらもう相当面白いわけ、これ。その人たちには、うん、その人たちもある程度見てますからね。というわけで、はい、次は生き物編です、はい、というわけで皆さん明日お会いしましょう、はい、ではバイバイ。はい、ぶっちゃけどやった、粘土はテンション上がりました。何のテンション上がる、他は、他、他、うん、プルプルのババロはやっぱおもろいな。まあ、生き物編でどうなってるのかも見た上で、そうやね。